超混んでねピカーン。ハロー皆さんこんにちは、スパイキーです。今日はですね、房総の方にツーリングを行くということで、イクアラインに乗って海ほたる突入しようかなというところです。前の2人はこれハーレーカップルやね、多分ね。メットもねお揃いみたいな、グーグルとムーミンが貼ってあって、ペアルック的な感じで微笑ましいっすな。よきよき。すごい、ナンバーもさ1番しか違わないの、一緒なんだよね。だから同時にこれ何、新車で2台さ一緒に同タイミングで同じ店で買って同時にこう車検通してみたいな、そういうことなのかなこれ。こんなことあんの。まあそんな感じでやっていきましょう。レッツゴー。そういえばですね、オーバーホールになっちゃったかサンダーキャットが帰ってきまして、これからエンジンのね鳴らし運転やんなきゃいけないんだけども、どうせやるんだったらちょっと面白い企画を考えて動画にしようかなと思っていますので、それもね楽しみにしていただけたらなと思います。今日向かうのは房総半島の南房総の方ですね。もみじロードね、またワインディングがグイグイってあるような峠があるということなんで、そこが一番の私的には楽しみかなというとこです。すげえ見てほら、うまっ、かわいい。わおわお、飛行機ブンブンブン、ホッホッホ。おーしゃ、混んでない、やったね。行くぜアクアライン、ゴー。すごいね、こんな空いてるアクアライン初かも。すげえまともに流れてる珍しいな。いつあう海ほたぴー、海ほたる、海ほたる、海ほたる、イェイ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 。到着。出発。イエイ。ああ、ポリポリがいる。ポリポリがいるよ。どうでみんなキューって落としたはずだわ。イエイ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 。ハハハハ。さあメンバーも全員揃いまして、もみじロードに向かっています。もみじロードはなんか房総では結構有名なツーリングスポットみたいで、観光の車も結構いるみたいなんだけど、ツーリングで峠走りに来るみたいな人も結構多いみたいなんで楽しみですね。ってことは絶対いい道やん確定やん。さて立山道を降りまして、今国道127号線、これを南下していっております。何リッター入んのこれ、20ぐらい。マジか。さあやってまいりました、県道182もみじロード。お日様も照ってまいりまして、テンションも爆上がりでございますね。これはどんな道なのか楽しみだな。路面凍結スリップ注意。もう大丈夫だね、今日あったかいし、この時間なら凍結も怖くないぜということでぶちかましていくよ。とはいえ山猫号ですからね、はい、気をつけていきますよ。おお、いきなりが来るね、いきなりから来るよ。おお、いい道いい道。おお、なんかバイクマンだるけい。ハッピードリンクショップみたいなやつかな。あんまり千葉ってこう山坂少ないよね、標高上がったりとかしないから線形はそんなにタイトにならないんじゃないかなと思ってるんだけども、今のところはね緩い感じでいいね、走りやすい。路面も全然そんなガッタガタしてないし、普通かちょっと普通よりいいぐらいなのかもな。これだったらいいね、こんだけ暖かければ凍結もないだろうし、まあ日陰のとこだけかな注意するべきとしては。日に当たってる場所も当たってない場所も普通に走れてたのに、急になんか日に当たってない深い影のとことかが凍ってたりするパターンがあるから、そういうとこに引っかかんないようになるよね。標高もそんなないから多分そこまで気にしなくても良さそうな気はするけど、まあ初見の道なんでちょっとそこは意識していきましょう。さあちょっと細かくなってきましたね。道もちょっと狭くなってきました。この辺がハイライトっぽいなあ。もみじロード終わった。これ終わりだね。終わった。もみじロード終了でございました。もみじロードね、やっぱりゆったり走る感じだったね。似てるとこで言うと今の道志道かな。新しくなってるから似てきてるかもしれないな。そんな感じだから全然さーっと流すにはすごい気持ちいい感じでした。皆さんも機会があれば行ってみてください。じゃあご飯屋さんに向かって走っていきますよ。楽しみ、イエイ。ヤシの木、この辺ヤシの木だらけだよな。何フォルニアや、何フォルニア。これ何、菜の花。これすごいピカーン。あ、フラワーラインだって。房総フラワーラインだからか。すげえ。来たねー。来ましたよ、ご飯屋さん。糸漁港の大母さんっていうご飯屋さんに来たけど超混んでねあ、磯まで出れんのや。お下でどこまで行けるかじゃねえっすかさてご飯食べ終わりまして、大坊さんっていうすごい大人気のお店だったね。めちゃくちゃ混んでて1時間待ちだった。12時ぐらいに入ったら海鮮系も結構売り切れだらけで、海鮮丼が食べたかったんだけど売り切れちゃってて残念。代わりに何食べたかっていうとアジフライ定食。衣がサクサクで中ふわふわで、もう身も分厚いし超美味しかったね。大坊さん、皆さんもチェックしてみていただければと思います。コンデルチェニー、コンデル出っ張ってる。はい、青ヤシの木、ヤシの木、めっちゃ混んでんな。なんだこれは。早くねサンダーキャットも鳴らし終わらして、もう期待しかないな。しっかり鳴らしもね丁寧に終わらせたい。ほんじゃね。ほら川崎の工場夜景すごくねこれ。わおわお、まるで宝石箱のようですね。ということで今日はね、千葉房総ツーリングということでですね、もみじラインを走ってご飯屋さんまで行ってっていうツアーで、あと神社ね、あそこの角崎神社ってとこだね。そう、あそこまたねサンダーキャットでリベンジしに来たね。富士山がちょうど正面にあの鳥居のとこからバカーンって見えるんだよね、うまくいくと。っていうのをゲットしたいね、ぜひ。さあ今日も最後までご視聴いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。お飛行機ブオーン、イエイエイエイ。ーの色。サンダーキャットのタンクはこの色なんだよね。よし、ゴー。